がライナーズ、うわすごい、アメリカンフットボールマンのオーバーハンドで投げました。早速見せますクエドク。でもこの人ですね、やはり、まあ、この人はそのワラビーズのもちろんキャップ75、大変な選手ですけれども、はい、そういう世界のインターナショナルの選手の中でも非常にこう自由にプレーをする、うん、そういうタイプですよね、はい。